寂しい。一人旅をね、400日ぐらい続けてると寂しくなってきます。高倉屋の高倉です。最初は一人で気ままにプラン立てて、天気に合わせて動けて、これが最高の旅のスタイルだろうって思ってたんですけど、やっぱり旅仲間が欲しい。寂しい。なんかアクシデントが起きても笑い話にできるし、感動できるような景色があったら感動は何倍にもなるし、やっぱり友達や仲間、恋人と一緒に感動を共有する、アウトドアを楽しむ、これがベストなんじゃないかなって思ってきました。で、特に僕が登山ガイド、お客様を山に案内して、すごく目が輝いていてありがとうって感謝される、感謝されるのは僕ではなくて、感謝するべきは自然の方なんですけれども、自然があるだけなので。でもやっぱりその仕事にはすごいやりがいがあって、人と山に登る、それをすごく今したいですね。明日から一人でクレードルマウンテンの方に行くわけですけど、なんか気乗りしないっていう、こういう時に怪我起きるんで気をつけて行ってきます。1月に日本帰りますので、冬山とかもしよければ YouTuber の方で行ける人いらっしゃいましたら一緒に行きませんか。よろしくお願いします。足は引っ張らないと思います。ちなみにこれはですね、このローンセストンのローカルビール、今日は2本買ったんですけど、これもローンセストのローカルビールで2本で 6.8 オーストラリアドル、結構グッドディールだと思いました。人は寂しい時にお酒を飲むのかもしれないと、そんなことを思いながらお酒屋さんに行きました。お酒も友達、仲間、恋人、家族と飲んだら美味しいんだろうな。寂しい。